ックオフでスタートです。本日の主審はミック・フォスターさんです。まずは前線に送ろうというところ、大きくいい展開しますね。止めに行く、外から行った、ヘッドか、決めた、ヘディング、早い時間から1点を先取しています。相手も体力のあるうちに取りたいショットですからね。まだ時間はありますからね。江川さんとしては体力が落ちないうちに追いつきたいところですよね。どうなるのか。サイドからの攻めを見せたんですが、ここは阻まれています。しかし追いかける、大きくサイドチェンジ、もっと空中での競り合い、安定した攻めを見せています。そしてここはクエジャル、一人いい動きを見せてますよ。これはシュートする、ここを外した。いや、決めたかったでしょうね。エガーソン、大事な同点のチャンスでしたが、ここはゴールなりません。ハットン、中盤でしっかり展開してますね。サイド攻撃を見せましたが、ここは攻めきれませんでした。チェック。中央よく動いてますね。チェックに行く。中に一人いる。中に誰か来てますよ。流し込んで。追いつきましたね。試合の方は振り出しに戻っています。とても面白い試合展開になってきました。ダン、スティリアン・ペドロ、スペースがあれば上がってくるという形ですね。さあ、エガーソン、ボールを奪った。最後からいい上がり方をしますね。局面でも落ち着いていますね。中にいなかったですからね。アーロン・ギナ、結局このボールを奪いました。中にスッと入ってきますね。中来てるぞ、ゴール。さあ、これで1点差。ここからどんな試合を見せてくれるか。スペースをうまく使おうとしますね。早くも攻守が変わっています。アーロン・ギナ、いいプレッシャーだ。中央よく動いてますね。抜けない。さあ、速攻、一人いい動きを見せてますよ。さて、北澤さん、はい、アーロン・ギナ、今のところ1点リード。でも本当に今日はうまくボールを回せていますよね。本当ですよね。そういった面ではミスらしいミスないですからね。いいですよね、はい、アプローチ、チェックに行きます。真ん中から行く、しのいだ。さあ、アーロン・ギナ、今日初めてのコーナーキックのチャンスになります。どう攻めてくるんでしょうか。短く出した、右から来てますよ。エガーソン、ここからの攻撃になります。本当奪った。サイドからの攻めを見せたんですが、ここは阻まれています。真ん中いい上がり方してますね。いいプレッシャーだ。アプローチ、中にスッと入ってきますね。
かろうじてクリアしました。ディフェンス必死に守ります。これはコーナーキック。江川さん絶好のチャンスを得ます。一人いい動きを見せてますよ。左サイドからのチャンス、大きくサイドチェンジ、いい攻めを見せたんですがちょっとうまくいきませんでした。エガーソン今のところ1点のビハインド、だんだんとこう中盤を支配されだしている感じにも見えるんですが、少し対応を遅れ出してますね。いいところ、さあ固まっている、ここで奪い合う、主審の笛が鳴りました。これがハーフタイムの入れ替えは両チームともにありません。ラインに送って、同点のチャンス、中にスッと入ってきますね。チェックが入りました。いい展開してますね。チェックに行く、狙った、チェックに行く、惜しいシュートでした。さあ北澤さん、遠目から打ってきましたね。そうですね、見てる感じではね、もっと押し上げたい気もしましたけどね。かなり動いてきますね。ここは誰も走り込んでいません。前に送って、いいプレッシャーだ。アプローチ、チェック、中央からいった、シュート、やっとゴールになりません。思い切って打ってきましたね。いい感じですよね。ああやって打っていくっていうことはいいことですよね。イラレトジノ最後にシュートを放ちました。追加点のチャンスだ、いくか、サイド攻撃を見せましたがここは攻めきれませんでした。これはキーパー整備しました。預ける、ビラレトジノ、アーロン・ビナ、ここまでの戦いぶりいかがですか。はい、いいんじゃないですかね。ビナのままのリズムでいけばチャンスはありますよ。右からスッと入ってきますよ。一旦預けます。細かいボールの奪い合い、いい動きを見せてますよ。ヘッド、決めた、ヘディング、エガーソン、ここで試合を振り出しに戻しました。ここからですよね。これで先に流れを守した方が勢いもあるんじゃないですかね。中にいる選手が少ないぞ、これはキーパーを防いでいる。これはコーナーキックです。両者ゴール前を固めます。さあショートを使います。中に人がいる、右から来てますよ。危ないところでした。江川さん結局このボールを奪いました。
ました。右へ出す、左からのチャンスになる。最後からの攻めを見せたんですが、ここは阻まれています。江川さん、ここはしっかりと守りました。あと少しで後半30分、右に、ここはクエジャルチェック奪います。胸で落として、よく動いてますね。右にさばいて左へ出す、中に誰か来てますよ。守りを固める、ここは精一杯クリアします。ここはディフェンスされました。逆転のチャンスか。いやー、キーパー素晴らしい反応を見せましたね。はい、非常にセービング力の高い選手です。いい力の展開ですね。止めに行く、あー、フォロー遅いですね。行くか、シュート、ここを外した。後ろへ流して、さあ後半40分を回りました。スペースをうまく使おうとしますね。お、いいでしょう。ゴール前を固める、ヘッド、手で弾いた、ピンチを逃れました。ヘッドで競り合います。キーパー、スッと入ってきますね。ミドルで来る、なんとかクリア、チェック、いい攻めを見せたんですが、ちょっとうまくいきませんでした。ロスタイムも残り2分を切りそうです。一旦はたきます、おっと、後半終了、PK 戦に突入します。これはキーパーの読み勝ち、これで勝敗がつきました。